カサリオンにポテトゴースト、僕たちが今までにやったショーの台本にその小道具まで入っているね。その通り、見てみろこの凄まじい量を。すごい、米全部ショーで使ったんだね。確かにすごい量だけど、それがどうかしたわけ？考えてもみろネネ、これほどの数のショーをやってきたということは、俺たちはそれだけ成長しているということだ。練習の成果をステージ上で発揮する、その経験は確実に俺たちの血肉となっているはずだからな。うわー、私たちこんなに成長したんだね。そうだね、実際少しずつできることの幅も広がっている実感はあるしね。まあ言いたいことはわかるけど、っていうかそれを言うためにわざわざこれを持ってきたの？まあ大事なことだからな。司くんの気持ちわかるよ。ミクが時々前にやったショーの台本とか小道具を見て、ああ、あの時はこうだったなって思い出すんだ。うん、僕たちにとっては練習している時の思い出まで染み込んだ大切なものだよね。そうだね、こうして見ていると当時の思い出が蘇ってくるね。ハロウィンショーでは司くんの助言のおかげもあって思いっきり演出をつけることができたんだよね。クリスマスショーは雪のシーンで本当に雪が降ったのは驚いたけど、本当奇跡みたいだったな。フェニックスワンダーランドが変わっちゃうのかなって悲しくなったこともあったけど、みんなに相談してワンダフルな作戦を思いついたんだよね。ああ、そして俺たちの思いを注ぎ込み、キャストたち全員の力で完成させたスペシャルショーは大成功で幕を閉じたな。宣伝大使としての最初のステージは人魚姫をアレンジしたショーをやったね。その後でみんなでやった花火もいい思い出になったかな。こうして振り返ってみると、まるでショーのように激動の日々だったね。ああ、だがまだまだ終わらんぞ。宣伝大使としてさらにワンダーランズショータイムのショーを広めていこうじゃないか。うん、